どうも、日韓現代オンライン講座の金子雅です。今日はですね、総裁選の結果、石破総裁になって、石破首相の下で、早々に選挙をやるというふうに言い出しております。で、この状況の中で、 まあ私なりにですか何が大きなポイントでどう見ていくのかっていう私なりの見立てを少しやっていきたいなというふうに思ってます。で総裁選はですねまあテレビとか、まあ、新聞は若干マシなものもあるんですが、まあ、まともな解説がないあるいは 麻生がどうだ菅がどうだっていうフィクサーの動きを面白おかしく紹介しているというのがほとんどで,で例によって政局話でほとんど何の役にも立たないというのがまあ日本のメディアであります。で一言でこ,とでこの総裁選を表現すれば選挙の顔を選ぶ選挙 総裁選に徹していたあるいはそういう感じであったということをあえて、えー、強調しておきたいなという思います。国も総ざらい総ざらいしてあの総裁選の内容が非常に無内容で、えー、誰一人ですね、えー、ビジョンを語る者が一人もいなかった。 で個別の政策をちょこちょこ言うのが精一杯で、どれが人気出る政策なのかのリサーチをやってるようにしか見えない。<ん>例えばですね、岸田首相でさえ新しい資本主義といいですね、えー、コロナにの状況だったので、デジタル田園都市構想とか、 そういうなんか一つの社会ビジョンを語っていたわけですね。ところが9人誰も何もない。恐ろしいくらいでありました。で、テレビのショーは総選挙を想像させるのは一つはですね、裏金や統一教会問題に切り込んでいる えー、テレビメディアは少なくとも一つもなかったで、まあ、朝日がかろうじて面目を保って安倍,安倍元首相と、えー、統一教会の会長の、えー、自民党本部での会談というのの写真をすっぱねいたこれ非常にいいことだったと思うんですけどそれ以外はですねあの まあ、もう今度の選挙も裏金や旧統一教会問題を隠すための,あのテレビショーであるっていうふうに踏んであのちゃんと見ていかないといけないと。でひどかったのがですねあの小泉進次郎と高市早苗のそのテレビのインタビューのひどさっていうのがもう際立っていて。 解雇規制緩和について一言もコメントがないツッコミがないそれでまあひどいのは特に読売日テレがひどかったですけど殺人感がすごいですねまあ感心して見せるっていうあまりのひどさで、えー、高市早苗も、えー、裏金問題とかあの 13人も裏金議員が推薦する特に杉田水代みたいなものが出てくるいうことに対してですねいろいろ多少突っ込んで,でインタビューを受けると「私バカですからし知らなかったです」っていうふうに答えたんですねこんなこんな人がですね首相になったらとんでもないなっていうその首相の在任中に 靖国参拝をするっていうようなことを言っていてまあそれをやればですねほとんど中国韓国との断交に近いような状態になって大混乱になると。で結局あの顔だけで見た時にあのまあ小泉だったら石破石破と高市だったら石破というふうにあの すぐ直感的に思ったわけです高市はあまりにもさっき言ったように非常識で裏金や統一教会問題でずっと突っ込まれ続けるだろうから石破石破も統一教会問題は絡んでるんですが少なくとも相対的にはあの少ないので石破っていう顔なんですね。でじゃあ石場は あのど,うしどういう形で首相になったのかっていえばまあ麻生氏との確執はいろいろ言われてるんですがそれに対抗する福岡だと武田元総務大臣まあ裏金と統一教会ではどっぷりの人間ですけど彼とも連携するわけですよね。で 1>, 1回目と2回目の投票の真ん中で私は嫌われていますというのをせあのせあのお詫びをしますという形で安倍派を念頭にして明らかにそういう演説をしたわけです。で結果として最後の一人までつまり裏金議員も一人まで 国会にもう一回同じように帰ってくれるように全身全霊努力をしますというふうに誓ったわけです。つまり、安倍派と私は忖度をしますから首相にならしてくださいという宣言をしたわけです。こんな露骨な、あの、5分間のスピーチですけど、こんなに露骨なスピーチをしていながら、そういう解説が一つもない 日本ののメディアのデタラメさもう見れば分かるように石破はあのもう首相になるわけですけどこのど動画を撮った直後にもう多分あの首相になってると思いますが彼のその立ち位置にとって非常に重要な演説だったんです短かったけれど彼が最後の局面で何を言ったか。 つまり石破政権ができたとしても安倍派との忖度でやらざるをえないっていうことがよりはっきりしているで岸田以上に岸田は少なくともこう第三派閥だったわけですね。だけど石破はもっとあの派閥さえ形成できないぐらい 党内基盤が弱いわけですから、もう忖度しながらやんなきゃいけないってことが、もう最初からいろんな形で出ちゃった。例えば、総裁選の最中も、選挙の公認は厳しくやるっていうふうに言ったところ、一日して安倍派の反発があったせいもあって、一度決まったことは変えられないんだっていうふうに言い換えるわけです。 あるいは自衛隊をアメリカに基地を送アメリカに基地を作って日米ね地位協定を変えるっていうまあ空想的な口先だけのまあできないことを言いながら自分のスタンスを言ったわけですけどそれさえ反発を食らうとすぐ。 比較原則比較三原則を見直して、ま、持ち込まれないはもういいんじゃないのとかアジア版の後を考えたらどうかとか全くアメリカべったりみたいな発言が一方ですぐ出てくる。で問題は今解散27日の選挙というふうに言われてますが。 予算委員会でしっかり国会で質疑をしてから解散をしますというふうに総裁選、つまり小泉進次郎がもう直ちに選出されたら直ちに選挙ありますってんで10月27日選総選挙説っていうのが浮上してきたわけです。でそれを否定したわけです。石破は。ところが、あの、下の根も乾かないうちに 小泉慎二郎と同じ選択をしたわけです。もうすぐ首相になったら、もう初心表明演説と代表質問で即解散。何の討議もしない。もう一つ最後の問題が残っているのは、やっぱり石橋がさっき言ったように、彼が閣僚をやった地方創生や農水関係や、あるいは防衛関係以外の部分、 特に経済政策、財政金融と経済産業関係が非常に弱,い弱点になってる。で、少なくとも高市や小林高行は、あのー、リグレハや MMT、まあ MMT ももう落ちたもので、行って革新的なふりをしているんですけど、実際にはもう、 ほとんど MMT の論者はコバホークか高市の支持みたいな感じになっちゃう。そういう,う、アベノミックスそのものを肯定してきたわけですね。で、高市だったらば円安になるわけ。当然のことなら。ところが、石場は分からない分だけ何をするか分かんない。不安があって、ちょっと正常化するんじゃないか。っていうような、 読みが出て円高い触れたわけで,すで早速石破は言うことをコロコロ変えてアベノミクスは継続するんです金融緩和は続けますみたいな発言をするわけです。したがって石破がやる経済政策は官長財政金融財務省日銀それから経産省が思うがままになっていく可能性が高いです。したがって えー、同じように岸田政権と同じような政策的弱点,弱点を、えー、抱えるだろう。もう一つ問題は、総選挙の前で、あの、岸田政権の政策を継続しますっていうふうに、踏み絵を踏んだわけです。で、官房長官は林吉正にしたので、結局、岸田政権の政策で言えば、原発、 の GX グリーントランスフォーメーションは、おそらく石破は総,選総裁選の当初は、えー、原発をゆっくりなくしていくみたいな発言をしたんですが、おそらく原発は推進に変わっていってしまうだろうと。しかし、あの、林官房長官は、河野太郎に義理立てする必要はないので、麻生派なので、 それで、えー、まあ、あの、総裁選の最中、マイナー保険証、というか保険証の廃止時期をもっと延期していいんじゃないかっていうふうに発言をしているので、それはもしかしたら、総裁選の目玉にあ総あ、総務選挙の目玉になる可能性があるし、選択的夫婦別姓も、 安倍派が官僚閣僚にいないのでこれももしかしたら選挙の目玉にしようとしてとにかく裏金と旧統一教会問題だけに論点が絞られないことを工夫しようだろう工夫するだろうというふうに思います。で、えー、総裁選で全候補は安全保障政策ばっかりでまあ比較選挙 政策の見直しとかそういうような感じばっかりで少子化対策はほとんどないのでこれも岸田政権の継承なので目玉にはならないというそういう状態ではないかというふうに予想できます。でこののの総総裁選選かから石破政権にによる急,急激な解散ごまかしの解散散ごましし挙っていうものに対して 一体何でそれが起きて、その背後でどういう弱点があって、じゃあどういう本来のあるべき対抗があのを作ってくるのかっていうことを最後に言って、今日は終わりたいと思います。少し長くなりましたが、えー、どうもご清聴ありがとうございました。